ないこと投げ出さなかった信じなかったダメじゃないとならいそれが一番大事はいこんにちはカンボジアガサガサフィッシングの佐藤です今日もよろしくお願いいたします今日は前回のミドリフグのフィールドの様子に続いてちょっとセットでなんですけども八の字フグについて今日は紹介したいと思います。この八の字フグは以前紹介したミドリフグと同じくらい古くから日本のアクアリウム界で知られているフグですよね。でまあなんといってもその名前のように頭の上ですね、背中かな背中に八の字を描いたようなね模様があることで、とても有名になっている魚です。でその様子は、こちらの写真でも分かりますよね。ただ、全ての個体が、この八の字が背中に描かれているかというと実際はまあそうではないようで、八の字にね見えない個体もたくさんいます。そしてこちらの写真は、これも採集した時のものですが、こちらは綺麗な八の字を描いてますね。で実はこれカンボジアでは、いくつか呼び名があるんですが現地名では、トライレイクプランバイという言い方をしてまさに、日本の呼び名と同じように、八の字フグという名前を持ってます。で、フグはトライカンポーという、名前なんですがレイクプランバイという、ナンバー8という名前をこの魚は持ってます。はい、こちらも採集した時の写真ですね。はい、もうまさに八の字フグというような、姿をしてますね。で僕が今まで見てきた中ではもうこれぐらいのサイズしか実際出会ったことが現地ではありません。なのでまあマックスサイズもこれぐらいなのかなっていうイメージを受けてます。まあ、実際ねちゃんと買い込むともうちょっと大きくなると思うんですがこのぐらいのサイズのフグとして現地では認識されています。はい、そしてこちらがまた八の字フグの八の字をしていないタイプの八の字フグです。まあ、これはきっと個体差なんでしょうかね、それとも違う種類なのか、ちょっと最近の研究を僕も追いついてないんで、ちょっとこれは同じ種類として扱っているんですがこのような形で、いろんなカラーバリエーションがあるようです。で、実際のこの今紹介した八の字フグはどんなところにいるかということなんですが、前回のミドリフグに関しては、マングローブ林の中だったりマングローブに近い漁村の、人の生活する集落エリアの岸際浅いところでたくさん見かけるよっていうお話をしたと思うんですがこっちの八の字フグに関しては、その汽水域は汽水域なんですが、かなりまたタイプが違って、淡水の割合がかなり高いところもしくは、純淡水域にもしっかりと侵入してくる種類だということが、実際のフィールド調査から分かっています。でその写真の1枚がこちらです。はい、これ見てもらうとちょっと正面にね奥に滝のような小さいね段差があって滝になってて上は確実に 100% 純淡水ですね。でこの滝の下が、そのまま海につながっているんで、干潮満潮等のね、干満の差によって、塩水の濃度も変わります。
ので、まあ、一概に、ナンパとは言えないんですが、もう本当にタイミングとあと季節にもよりますね。まあこれぐらいの河川ですと、雨季には、まあ、特にカンボジアの海岸線は、南西モンスーンという雨季のね独特の雲が、海から吹いてくるんで、カンボジアではこのエリアが、全土の中で一番雨量の多いエリアとなっています。でこの数値は年間の雨量を見てももうダントツに多いエリアなんで、相当な雨が降ります。で雨季はもうこの一帯に降った雨が全部この河川に注がれて流れてくるんで、かなり淡水が入ることで塩分濃度が低くなっているはずです。まあそういうこともあって、そんな状況になってもこの魚は実際ここに生息していることが確認されています。なので以前紹介したミドリフグと比べると、もう本当に生息エリアというのが、まあ大きな地図で見るともう重なるんですが、実際にはこの塩分濃度の違うエリアに入り込んでいる2種類なので、実際同じところで2種類を同時に取ったということが1回か2回しか僕はなくて、どちらかが出現するという形がパターンが多いので、もう本当に汽水であればミドリフグと出会う可能性がかなり高いですし、淡水域がかなり濃いエリア、または淡水域に入ったところまで入り込むとミドリフグとは出会うことはなくて、そこで出会うフグはみんな、八の字フグです。この辺のそうですね、写真も見なそうで、こういったもうほぼ淡水と言っていいようなところに八の字フグが見られます。で、はい、こちらの写真がその滝の一部ですね。こんだけ純淡水が流れ込んでいるところのすぐ下に、いるんで、まあ、相当塩分濃度は、低い状態の水域で生活しているフグだということがわかるかと思います。はい、でこちらの写真をご覧いただくと、これ実はこのフグを調査しに来たわけじゃなくて、カスープっていうね、ハンパラとかコイカなんですが、あとは、マシールっていうのかな、これもコイカのトウっていうグループの魚だったり、あとは汽水系だとマングローブジャックだとかオニカマスバラクーダですね、とかそういった魚を釣りに来た時にルアーをね水面に回収してくると、結構この八の字フグが、興味を示して何匹もね追いかけてくるんですね。なのでこれはルアーの後ろに八の字フグが追いかけている様子が映っています。まあ、この辺りもそうですね、これは 1,2,3,4,5 匹ぐらいいますね。はい、でこれはもう本当にたまたまというよりも結構たくさんいて、でこれ実際岸から30メートルぐらい離して流れに乗せてキャストを繰り返して打っていくんで、かなり岸から離れたところまで追っかけてきます。本当に可愛らしいですね。これは実際僕も釣りをして初めて分かったことなんで、また、まあ、ある意味新たな発見でした。はい、でこれがその時、追っかけてきた群れの一部を一回タモでねザバッとこうすくったんですが、もう本当に軽く3匹ぐらいまとまってすくうことができます。でまあここで見てもらってもね、同じところに生息している八の字フグですが、みんな模様が個体それぞれ違うんですよね。なので本当に多彩な模様を持った魚だということが、まあ、ここからも分かるかと思います。
なのでもう本当に飼育する方にとってはもう自分のお気に入りの模様の個体を多分ショップさんで選べると思うんで、またこれ買う側としてもね、とてもなんか愛着が湧く魚の一つなのかなと思います。はい、そしてこちら、船が止まっているね、この写真なんかもこれは、先ほどの大きな滝があった本流に注いでいる支流に入り込んだところなんですが、もう透明度も非常に綺麗で、全部底が見えますが、こういったところにもハチノリフグがたくさん、いました。でこちらの写真はその本流なんですが、まあ、基本的にはこの中央までルアーを追っかけてくると言ったんですが、通常はこの岸沿いのこの岩がゴロゴロしてね、流れがあのに緩急があるようなねところに居ついているようですね。でまあ水深は先ほど前回紹介したミドリフグは浅いところという話をしたんですが、このハチノリフグに限っては、このようにねもうこうズボーンと下を降りてももう3メートル4メートル落ち込むようなところもあるんで、まああまり水深は意識してないのかなというイメージを受けてます。でまあ反対にこの深い、本流筋にもいますし、あと支流の浅いところにも見かけるんで、あまり水深は特別大きな要素としてなって彼らは選択はしていなさそうな感じを受けました。でこのポイントで、ここでもちょっと釣りしたり休憩をいつもするんですが、その時に、偶然岸際をね観察してたら一匹のね手長エビだと思うんですがの仲間が、水面付近に上がってきたんですね。どうエビだって思った瞬間、もうどこからともなくハチノリフグが現れました。でその写真をご覧ください。どうぞ。はい、こちらですね。でこれ慌てて撮ったんでちょっとねボケててあまり綺麗な写真じゃないんですが、このように一番手前の下にいる長いやつがエビです。これ多分7センチ8センチぐらいある大きさのエビなんですが、それに対してハチノリフグがここでは3匹4匹追っかけてきて、もう明らかに、捕食しに行ってますよね。で次の写真を見るともう完全に、つついています。はい、でこれ何度も、エビが暴れて逃げては追っかけて、つついては逃げて追っかけてっていうのをね、10分ぐらいはやってましたね。で最後は、そこの方、手足をね噛まれてエビが沈んでそれを追っかけてって最後そこの方へねみんな行ってしまったんで、おそらくは、食べられちゃったのかなと思っているので、こうやってねハチノリフグは、食事をしているのかなというのを初めて、これは去年ですねに目撃して、ちょっと驚いたというエピソードです。はい、そしてその時のハチノリフグをもうちょっとね、低いとこまで降りれるポイントが一箇所だけあったんで、そこを降りて寝そべって、カメラを水中に突っ込んで、もう当てずっぽうでねシャッターを切った中の1枚がこの写真なんですが、実際先ほどのポイントの岩場のねへりにくっついているハチノリフグを写したのがこの写真です。でこのような環境に、とても数も多くて、まあ明らかに、一時的に選択したというのももうここが彼らの、住処なのかなっていう印象を受けました。そしてこちらの写真はまたこれはポイントが変わって、先ほどのようなね汽水も海に注いでいるもう河口付近に注いでいる小さい支流ですねの写真です。でここは今、以前一緒に行った、仲間が水中
メガネをつけて蜂の自負を今観察している様子なんですが、ここはもう 100% 純淡水の河川です。で、もう見るからに、このように、背になっていて、まああまり海のね河口とは思えない景色なんですが、実際こういう一段ね上がった支流にもハチの竜は侵入していて、まあ、決して一個体ではなくて、もういっぱいいます。で実際ここのポイントにも、ラスボラだとかドジョウだとかもう本当にね、淡水の淡水魚たくさんいる場所に混じってハチの自腹が見られるということは、まあ結論から言うと、ミドリフグには、塩分がね少し入っていないと、ダメなようなんですが、このハチの自腹に関してはかなり塩分の薄い水域に侵入している種類だということがもう確実にわかるかと思うんで、まあ飼育する際にもね、かなり塩分に関しては意識をしないでもいいというくらい、淡水に適応した魚なのかなという印象を受けてます。まあ、かといってその塩分のね、濃度がしっかりと入っている汽水域にもハチの自腹はもちろんいるんで、まあ、一概には言えないんですが、そういうところまで適応している個体もいるということを、はもう確実なので、それも、踏まえて飼育していってもらうと、良い飼育ができるんじゃないかなと思います。はい、というわけでちょっと駆け足でザザーっといったんですが、これが、今回紹介するハチの自腹についての、お話でした。で本当はもう少し、細かいいろんなことがあるんですが、まあ、長くなってしまうとあれなので、今日はこの辺で、終わりにしたいと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。